どうもすみません。京都大商店出走は一頭ずつについて喋っていこうと思います。僕はパフォーマープロミスを本命にする予定だったんですが、直前で回避したということで、でもそのパフォーマープロミスにしようと思ってた理由っていうのは、まず里のダイヤモンドの調子が戻ってないっていうことですね。宝塚記念の時もですね、パドックの気配が良くなくて、それで、 ま、パドックがよく見えなくても、これだけの超一流馬ですんで、競馬に行ったら走る可能性があるというところで期待して見てたんですけれども、宝塚記念は外から早めにまくるような競馬をしたとはいえ、本来の里のダイヤモンドだったら楽勝だったかなっていうようなところなんですが、あそこで伸びきれなかったっていうのは、里のダイヤモンドが調子を崩してて、能力がだいぶ落ちてるっていう証拠なんですよね。で、夏を越して、 立て直して、また出来が戻るかなっていうふうに期待してたんですけれども、追い切りを見た感じだと調子は戻ってないですね。動きが硬いですし、バネも落ちてますし、この理由っていうのがどこから来てるかはちょっとわかりづらいんですが、多分背,背筋なんかも弱ってるのかなっていうような感じがありますし、まあ、お腹の使い方なんかも体全体の使い方が良くなくて、それで 足先にも力が入らなくなっているのかなっていうような感じではあると思いますね。単純に脚力が落ちたっていうだけじゃなくて、いろんな部分の歯車が崩れて、それで脚力が落ちてるっていうような、そういったような感じだと思いますね。でも、まあ、これぐらいのメンバーで京都の外回りですんで、坂の下りから直線は平坦っていうようなコースですんで、 里のダイヤモンドの能力である程度形はつけられるかなっていうような感じがあるんで本命にしてもいいかなっていうふうに思ったんですがまあでもまあなんか人気もしてますし僕の理想の中の里のダイヤモンドの走りをしてくれないっていうようなイメージの中で本命を打つっていうのは 里のダイヤモンドっていう本当にすごい馬だったっていうところがあってなんか僕の中で納得がいかない部分もあってそれで他の馬たちから入るっていうところですねでそしたらシュバルグランですねシュバルグランは里のダイヤモンドが絶好調の時っていうのはちょっとかなわなかったんですけれどもでもまあ、今ならシュバルグランの方が力は上かなっていうような感じはあるんですがなんか追い切りを見た感じだとその 雰囲気が良くないんですよね王者,の王者の雰囲気っていうようなそういったような風格がちょっと足りないところがあって動き自体は悪くはないと思いますんで仕上がりはいいとは思うんですがなんかやっぱりこの、ま、横綱っていうような感じの雰囲気がないんですよね大関とか関脇とかその辺クラスかなっていうような感じの雰囲気しかないところがあって一発を狙う立場っていうような立ち位置は 現状でも変わらないかなっていうような、そういったような形で、天皇賞春は、まあ、ボーマン騎手とものすごく手があって、ボーマン騎手も早め戦闘っていう、このマンとって理想的な乗り方をしたんですけれども、あのレースに関しては文句ない強い競馬をしたんですが、ただ、ああいう競馬を常にできるかというと、そういったようなタイプでもないっていうような、まあ、特に今回、開幕週でもありますし、休み明けでもありますし、 似たような競馬が必ずしも成功するとは限らないっていうようなところですね。続いてはレース展開について考えていきます。どの馬が逃げそうかなんですけれども、ウィンテンダネースは逃げてたことありましたんで、行く可能性はあるんですが、ただ前走目黒キには刺す競馬をして成功してますんで、こだわらない可能性があると思いますね。3A ゴールドは地方馬ですんで、押して押して、 もしかしたら波乱立つ可能性あるかなっていうような感じでスマートレイヤーも逃げたことはありますねでシュバルグランと里のダイヤモンドですねこの2頭が逃げる可能性もあると思いますね里のダイヤモンドは調子崩してますしカンフル剤になればっていうような感じで逃げる可能性もしくはスタートダッシュが良くて自然と波乱立つ可能性はあると思いますねでシュバルグランに関しては基本的には 今は先行策で積極策が合うっていうイメージあると思いますんで、逃げる形になる可能性はあるとは思うんですが、ただ、逃げていいところが出なかったことがありますし、僕も本質的には馬体とか双方なんか見てたら、逃げが合うタイプではなくて、どっかのタイミングで先頭に立つだとか、そういったような、途中から先頭に立つ形はまた違う形ですんで、そういったようなロングスパートだったら合うかなっていうような感じなんで、まあ、 シュバルグランはあんまり逃げたくはないんじゃないかなっていうふうに見てるところはありますね。で、まあ、プラチナムバレットとかこの辺もダッシュはつかないんですけれども、押して押してっていうような、もしくは検討ですね。この辺なんかも力が劣るっていうようなイメージで押して押していく可能性はあるんですけれども、まあでもあんまり逃げて怖い馬っていう穴馬はいないかなっていうようなイメージですね。まあ、スマートレイヤーとウィンテンダネス、 この辺に関しては逃げた場合は怖いかなっていうような感じはありますね。でも、僕の中でですね、レース展開を考えていったときに、アルバートのモレイラ機種がですね、多分、坂の下りから一気にまくるような、そういったような勢いをつけて回るような乗り方をする可能性が高いかなっていう風に見ていて、その4コーナー前後のモレイラ機種の加速力っていうところですね、 それが競馬の質を変えてくる可能性があるかなっていうふうに見ていて一気に飲み込まれるような馬も出てくる可能性があるかなっていうふうに思っていてその分中途半端な仕掛けをした馬たちが外からプレッシャーをかけられる可能性もあり得るかなっていうようなところでそういったような感じでイメージしてある程度そのアルバートのアルバートモレイラ騎手の差しが差しというかまくり気味の差しが 決まるっていうようなイメージでレース展開を考えていきますそれでは上の方から1頭ずついきますモンドインテロモンドインテロは数年前にピークがあったんですけれどもその時っていうのはちょっと過剰人気してたかなっていうような感じでまあんまりそのスピード勝負になりすぎたり時計勝負になりすぎたりあとは瞬発力勝負になりすぎた時に いろんなところで足りない部分があったんですがただある程度時計がかかるようなもしくは上がりがかかるような競馬の時に相手関係がある程度楽だった時にはしぶとい素足があるっていう結構安定して走ってて頑張ってた、まあ、後半のいいところがあった馬だったんですけれども、まあ、だんだんとその調子を崩したようなところもあってそれで一時期ダートを使ったんですがでも ダートよよりりも芝の方がやっぱいいいかなっていうようなうう感じですねでここに来てですね少しずつ状態を持ち直してると思いますね。追い切りなんか見てても遅れてはいるんですけれども体の動きとか体つきなんかはそんなには悪くはないですし一番いい頃の脚力だとかバネはないんですけれどもでも現状のモンド・インテロとしてはある程度力は出せるかなっていうふうに思いますね。 まただちょっと開幕週で時計が速くなるとどうかだとかあとは上がりが速くなると対応できないところがありますんでまあこれぐらいのメンバーだったらそのハマれば突っ込んでくる可能性はあるかなっていうような感じですね、まあ、開幕週のこういったようなきれいな馬場合だとペースとかレース展開によって紛れが生じるときありますんでそういったところに期待できればっていうような感じですね里のダイヤモンド 里のダイヤモンドについてはさっきも言った通りでまあなんか体の動きがこじんまりしてますし躍動感とかバネも足りないですね。もともとこの馬に関してはその常識的な馬体についての観点では説明できないようなそういったような本当に個性的な馬体と。 双方っていうようなところで能力を発揮してたところがあってまあ調子の良かった時でもここがこういうふうにいいからこの馬はすごくバネがあって瞬発力があって能力が高いんだっていうふうに説明できなかったところもありましたですから調子を崩した今に関してもですねどこが悪いかっていうことを説明しづらいところがあるんですよね まあさっき言ったみたいに、その、もしかしたら背筋とかお腹の使い方が悪くなった、そう、もしくは首ですね、首のリズムが悪くなったりだとかして、硬くなったりなんかして、それで結果として脚力が落ちたっていうような、そういったような可能性はあるかなとは言えるんですが、ただ、それに関してもあんまり自信がないような形で言うしかないっていうのが、里のダイヤモンドっていうタイプなんですよね。ただ、そういった、 衰えというか能力が落ちている部分に関しては、例えば瞬発力勝負になった場合にちょっと以前ほどの瞬発力を使えないっていうところ、あとは緩急のある競馬ですね、勝負どころからのロングスパートみたいな、そういったような自力勝負になった時にゴール前まで足が持たなかったりだとか、そういったような感じになる可能性はあるんですが、ただ平均ペースとかハイペースとか、そういったようなワンペース気味の競馬になった場合だと、 単純な能力で言うと、時計とかにはある程度は対応できる可能性があると思いますし、まあ今回開幕週でもあって、まあ京都の外回りでもありますんで、坂の下りで勢いつけてそのままなだれ込むような直線平坦なんで、まあそこまで厳しい競馬にならない可能性もあるんですよね。ですから単純な能力に関してはそこまで極端に落ちたわけではないと思いますんで、そういった意味で、 期待できる部分はあるっちゃあると思いますし、川田騎もオイルジョッキーですんで、まあ、ギリギリのところで何とか持たすっていうような、そういったような競馬ができる可能性もありますし、まあ、内枠でもありますんで、まあ、外に出す、背面外,外に出す可能性は高いとは思うんですが、まあ、当、まあ、中はとりあえず内目を通れるっていうところもありますんで、まあある程度は形はつけて、掲示板ぐらいは、 乗ってくる可能性は普通にあるかなっていうふうに思いますね。ブレスジャーニー。ブレスジャーニーはですね、今回追い切り映像を見てちょっと寂しい気持ちになったというか、競馬ではよくあることなんですが、気持ちが乗っている時っていうのは、競馬に行って一生懸命走るし、調教なんかでも覇気があるしっていうような感じで安定するんですけれども、気持ちが切れ始めた時に、そういった時に、 あれっていうような感じになる馬も多いんですよね。で、このブレスジャーニーっていう馬は早い段階で頑張って重症なんかでもいい競馬してきて、スワブリチャードといい勝負したりだとかしてた馬で、その馬がここに来て、気持ちが切れ始めたっていうところが見えて、それが本当に寂しい気分にさせてくるっていうところがあるんですよね。まあこれは馬だけのことではなくて、やっぱり人間にも責任はあるっていうところで、 適材適所で自信をつけさせてあげれなかったりだとか、あとはジョッキーがうまく乗れなかったりだとか、そういったことで調子を崩す馬もいるんですよね。まあ、今回に関しては、まあ何かのタイミングで年齢的なものでもあるのかもしれないんですけれども、調子もあんまり良くないのか、それで気持ちが切れてる部分もあるのかなっていうふうに感じます。まあただ まあ体の動きだとか体つき自体はそこまでは大きく落ちてはないと思いますので調子が極端に落ちたとは思えないので、まあ、能力はもともとあった馬で競馬に行っていい馬だったんで、まあ、今回も競馬に入ったらいいところが出る可能性あると思いますね、まあ、瞬発力はそこまで切れる足はしゃないんですけれどもそれなりにしぶとい素足があるというところで上がりがかかってくれたらいいところあると思いますし 時計面に関してもある程度対応できるタイプの馬ですし、距離はちょっと長いかもしれないんですけれども、まあこれぐらいまでだったらレース展開によってはこなせると思いますし、内枠引きましたんで、ドハマりした場合には掲示板以上突っ込んでくる可能性はあると思いますね。まあただ、やっぱりもっと活躍できた馬かなというような感じで、長期休養明けで順調に了解してた中で、 勝ちきれなかったりだとか、いい競馬をしきれなかったっていうところで気持ちが切れた部分もあるかなっていうような感じもありますんで、また立て直して、いいところが出るようにしてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、なるべくその、動かせるオイルジョッキーを乗せてあげた方が気持ちの方も安定するかなっていうふうに思いますね。レッドジェノバ。レッドジェノバは夏の北海道で連勝して上がり馬ですね。 で今回の動きなんか見てても力強さありますし、まあ、やっぱりいい馬だなっていうふうには感じるんですが、まあ、ちょっと馬体なんか見てたらですね硬いところがあるというか、まあ、下の条件だったら気にならない程度なんですけれどもここのメンバーに入ると少しその硬さっていうところがどう出るかですねそういうふうに硬いところがあると瞬発力勝負で足りない部分が出たりもしくは 後半のロングスパートですね、スピードと能力勝負っていうところで多少甘いところが出る可能性がありますし、軽い芝だとそういったところが出やすい可能性があると思いますんで、開幕週の京都ということを考えると、レース展開によってはちょっと足りないなっていうような感じになる可能性はあると思いますね。まあ、北海道で強いければできたのは力のいる洋芝だったっていうところもありますし、 モレイラ機種ルメール機種っていう世界一の機種たちが乗ってたところもありましたんで内容はすごく強かったんですけれども同じようなパフォーマンスができるとは限らないので今回穴人気してるんですけれども半信半疑で見てみた方がいいかなっていうふうに思いますねまあもちろん上がりがかかったりだとかあとは立ち回りがうまくいった時だと今回もそこまでメンバーも強くはないので通用する可能性はあると思いますね アルバート。アルバートは調子を崩してまして、それで年齢的にもうダメかなっていうふうに思ってたんですけれども、でも今回の追い切りを見た感じだと、最近ではだいぶマシな感じですね。で、多分モレイラ騎手が調教をつけてますんで、モレイラ騎手みたいな超一流ジョッキーが調教乗ると馬の気持ちとか走りが変わってくる。 時ってよよくあるんですよね、まあ、それっていうのは厩舎の厩舎力ということに関しても優秀な調教助手がいるかどうかで厩舎力って全然変わりますんで、まあ、さらに超一流のジョッキーたちっていうのはまたレベルが違うところがありますんで、まあ、そういった意味でやっぱりモレーラ騎手が調教に追い切りに1回2回乗るだけで全然変わってくるっていうようなところはありますね。 で、体の使い方なんかもリラックスして良くなってますし、バランスなんかも良くなってますんで、まあ、このままちょっとその時計勝負があんまり合わなかったりだとか、あとは上がりの早い切れ味勝負っていうのは合わないところはあるんですけれども、長くしぶとい素足があるタイプですんで、そういった意味で、モレ萌ラ歴史はどっかのタイミングで勢いつけて回るような形だと、 このままの持ち味が生きる可能性はあるかなっていうふうに感じてます。それで本当にうまい外国人騎手ランキングっていう動画を上げたときに、そういったときに、モレイラ騎手は札幌競馬場みたいな単純なコース形態の小回りだったら乗りやすいんで、あれだけ活躍できたんだけれども、中山東京コースに変わったら少し乗り方が難しくなる。さらに京都や阪神っていうのは トリッキーなコースですんで、すん慣れるまでだいぶ時間かかるだろうっていうような感じで言ってたんですけれども今回に関してはですねアルバートっていう馬自体が長く足を使えるようなところがあってその分多少タイミングがずれたとしても長く足を使える分持つ可能性が高いかなっていうふうに思ってそれで本命にしたところがあるんですよね。ちょっっと京都ののの外回りりていうのは、坂の下り始めめから早めに、 仕掛けてしまうとゴール前まで足が持たないような馬多いんですけれどもまあでもその辺もレイラ騎手があんまり分かってなくて早めに動いていったとしても持つ可能性があるのがアルバートかなっていうような感じでゴールドシップほどは長くは使えないとは思うんですけれどもでもある程度長く足は使えるというところで多少タイミングがずれてもいいっていうようなところからっていうような感じですね。検討 検討音についてはちょくちょく褒めてるんですけれども、もっと走ってもいい馬で、足を溜めてしぶとい素足があるっていうような感じの馬ですね。で、一番調子が良かった時に、新潟記念か新潟大商店か、あの辺でチャンスがあったんですが、その時機種がうまく乗れなかったりだとか、あとは追わせるところがありますんで、OL ジョッキーを乗せてあげればっていうような時期が何度かあって、まあ、ちょっともっと、 いいいい成績を収められたたっっていうもったいなさはあるかなっていいう,うに思いますね。で距離に関しては1006から2000ぐらいまでかなっていうような感じもあって2400よりかは短くなった方が1004とかになった方が走りやすいかなっていうふうに思いますんでそういった意味でちょっと距離はギリギリ持つかどうかっていうような感じですんで、まあ、小牧機臭みたいなオ l ルジョッキーが乗るのはいいんですけれどもただ 持つかどうかっていうような感じですね。出来の方、追い切り映像がなくて分からないんですけれども、まあ、校だったらあんまり馬鹿にはできない馬なんで、注意が必要かなっていうふうに思いますね。プラチナムバレット。プラチナムバレットは3歳の春にダービートライアルの京都新聞杯勝ってますね。で、まあ、坂のあるコースでも平坦でもどちらでもあんまり変わらないかなっていうような感じなんですが、まあ、あんまりその東京コースとか、 瞬発力勝負になりやすいコースよりかはどちらかというとコーナーからペースが流れやすい右回りの方が合うかなというような感じがありますし今回は条件としても結構2,400ぐらいまでだったらいいかなというふうに思いますねただこの馬はですねちょっとその追わせるところは出てくるタイプでちょっとその加速するまでに時間がかかってたりだとか多少不器用なところもありますし ロスがあった時に追わせるところが出やすいところがある分その分追えるジョッキーを乗せてあげないと安定はしないと思いますね三幸騎手は追えるジョッキーっていうわけではないのでそういった意味である程度位置取り進路取り仕掛けのタイミングがはまればある程度能力は出せるかなっていうような感じですのでギャンブル性の高さはありますねそれで故障してから休み休み使ってきたような感じで安定しなかったんですけれども 今回の動きは良かったですね。まあ、ゴール板過ぎたあたりぐらいですね。その辺、直線、半ば以降の体の使い方とかバネもすごくいいですし、躍動感があって、まあ、今までで一番いい仕上がりの時に近いような、そういったような感じにはなってきてますね。まだパントしきってないような感じがありますので、もっと良くなりそうな馬ですし、まあ、気象面に関しても集中しきってない感じもありますんで、まあ、やっぱりその、 調教の時から OL ジョッキーを乗せたりだとか、まあ、もちろんレースでも乗せたりだとかすればまだまだ変わってくる可能性がある馬だと思いますね。シュバルグランシュバルグランについてはさっきも言った通おり、まあ、いいところはすごくあるんですが常に中心視して信頼できるタイプかというとどちらかというと一発を狙うっていうような感じの立場の馬かなっていうようなイメージですね。 でまあ、ボーマン騎手は本当に最高に相性が合うかなというような感じで福永騎手も相性は合う方だと思いますし立ち回りのうまさということに関しては外国人ジョッキーにも負けないところがあるんですけれどもただちょっとその足の使いどころが難しい馬でもあって切れる足を使おうとすると一瞬で地レ足っぽくなるところがありますし。 といってロングスパートということになると仕掛けのタイミングがはまらないとっていうような感じですんでまあその福永騎手も動かせるジョッキーなんですけれどもタイミングがずれた時ということに関してはもっと追えるタイプのジョッキーの方がそのタイミングがずれた分の強引さっていうところをカバーできるかなっていうようなところがありますんでシュバルグランと福永騎手はそこまで。 手が合うかというとベストの感じではないところがありますんでやっぱりその福永騎手の頭の良さ立ち回りのうまさだとかそういったところがうまくかみ合った時にはシュバル・グランの最高の能力を引き出すとは思うんですがそういうふうにいくかどうかということに関しては開幕集でもありますしあとはシュバル・グランの雰囲気がそんなにいいわけでもないので。 まあ、甲子上がりではあるんですけれども、これだけの人気を考えると、そこまで信頼できなかったっていうような感じもありますね。スマートレイヤー。スマートレイヤーっていう馬は、競馬において大事なものを教えてくれる馬の一頭で、この馬の経緯ですね、使ってきた競馬なんかをずっと見てれば分かりやすいんですが、 本質的な客室っていうものがいかに馬にとって大事かっていうことがわかるんですよね。もちろん、客室に融通が効くような馬も多いんですが、ギリギリの勝負になればなるほど本質的な客室っていうものが響いてくるんですよね。で、このスマートレイヤーっていう馬については、最初のうち武豊学習が最高峰から直線一気っていうような、そういったような競馬で、この馬の能力を引き出したんですよね。 ですがその後方1機っていうような競馬っていうのはレース展開とか相手関係馬場によってはまらないことも多くてそういった時には辛抱が必要でそこで辛抱すれば馬が成長したりだとか切れ味がキープできたりだとかするんですけれどもその辺武豊騎手とか安勝さんとかその辺のレベルのジョッキーたちっていうのは分かって本質的な客室を理解して我慢できるんですが。 小教師ささんんとか馬主さんの方が我慢で、きないいっていうことが結構あるんですよねで一旦スマートレイヤーは武豊騎手から乗り換わりがあったりなんかして、でミルコ・デムール騎手あたりが先行させて、好位から競馬をして勝ったりなんかしたんですよね。まあ、それに関してはだんだんと馬が強くなってきたところというのと、あとは相手関係だとかコースっていうところで乗りやすかった部分もあって、好位からの競馬で勝ったりはしたんですが、 基本的にはやっぱりこのまま極端な競馬が合うんですよね。で、その後ミルコ・デムロク氏が逃げの手を打ったんですが、逃げっていうのはほぼ追い込み馬と共通する客室というところがあって、極端な客室ということでは逃げと追い込みっていうのはほぼ同じようなところがあるんですよね。それでその極端な形で逃げることができれば今回、 逃げ馬がああままりりいいななようなメンバー構成でもありますんでもすこのままある程度能力出す可能性があるかなというのともしくはもっといいのは最高峰に近いところ中段よりも後ろですね足を溜めて直線だけの競馬をするこれが今後にもつながりますしベストかなというような感じはあるんですけれどもそこまで陣営や浜中騎手が理解できてるかっていうところなんですよねというのは今までこのスマートレイヤーに関しては中途半端なポジションを取るような競馬が 増えてきたんですよね、まあ、それは武豊騎手もやるようになったっていうのはそれに関してはやっぱりその一旦逃げれるじゃないか先行でき,るできるじゃないかっていう風に陣営の方がなってる中でまた最高峰からの競馬を繰り返すっていうのはジョッキーというのは難しいところがありますよね。で去年の京都大商店の時スマートレイヤー武豊騎手が乗ったんですが。 その時っていうのは、中段よりも後ろの方で足を溜めて直線勝負っていうような形で、それで勝ったっていうような感じがあって、勝ったか2着はしましたよね。そういったようなところがあって、まあ本来ならば、ああいう風に溜めた方がいいんですが、去年の京都大賞典に関しては、あれでうまくハマって、勝ち負けできたからこそ、批判はされなかったんですけれども、もしあれで前が詰まったりだとか、展開的に届かなかった場合だと、 ため殺しだとか、なんか、競馬を覚えたての人なんかは、そういったような言葉をよく使いたがるんですけれども、まあ、そういったようなことを言われて批判されたりとかする可能性も出てきて、まあ、そういったような難しさが競馬にはあるっていうところですね。で、まあ、陣営の方ももしかしたらこのスマートレイヤーに関しては、まだ中途半端なポジションから競馬ができるっていうふうに、どこからでも競馬ができるっていうふうに思っている可能性があって、そういった部分で僕は、 今回は思い印を打てなかったっていうようなところがあるんですよね。でも、うまく、この間にあった腹をくくった乗り方ができた場合だと、十分勝ち負けできる可能性がある馬だと思いますし、力関係的にも今回はいいタイミングではあるかなっていうふうに思いますね。3A ゴールド。3A ゴールドは地方馬なんでわからないですね。まあ、どっかのタイミングで先頭を立つぐらいな、それぐらいな思い切ったことをして、 競馬が閉まるようにしてほしいなとは思いますね。ウィンテンダネス。ウィンテンダネスはですね、まあ、この馬に関しては、まあ、前走目黒記念は、好意で指す競馬で勝ったんですけれども、まあ、メンバー的にもあんまり強くなかったということ、あとは前に壁を作りながら回ってこれたんで、ああいう中途半端なポジションから競馬はできたんですが、この馬も基本的には極端な競馬をした方がいいと思いますし、 あんまり器用なタイプではないと思うんですよね。ですから、目黒記念と同じイメージで乗ると、勝負ところで反応が悪かったり、ずぶいところを見せたりなんかして、伸びあぐねるっていうようなことは普通にあると思いますね。ですから今回は、花か2番手まで極端な形で前に出すか、それか、中段よりも後ろで、なるべく内の方で壁を作って足を溜めるか、そういったような、極端な形の競馬をした方が、 構想はしやすいかなっていうふうに思いますね。これがまた動かせる超一流ジョッキーだったらある程度融通は効くんですけれども、菱田騎手は当たりは柔らかいところはあるんですけれども、やっぱり追えるジョッキーかというとそういうわけでもないですし、馬を動かすということに関してもレベルが高いとは言えないので、やっぱりすんなりとした競馬の中で乗りやすい競馬をした方が馬は動くかなっていうような感じですね。で、追い切りを見た感じだと、 なんかやっぱりふわふわした、おわせそうな、ずるいところもあるかなというような感じですんで、まあ、すんなりとした競馬だったら、ある程度素直に走ってくれるとは思うんですが、ロスがあった時に難しいところは出るタイプだと思いますし、飛びも大きいところもありますんで、乗り方としては注文がつきますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんで、アルバートの副賞を買います。 で、生まれに関してはですね、まあ、ちょっと、裏開催で南部杯でしたっけど、ダートの地方交流 G1 があるということで、ここ、ジョッキーが手薄になってるんですよね。で、面白いかなっていうふうに思ってたプラチナムバレットとか、この辺なんかに関しては、レース展開や対立によっては負わせるようなところが出て、見行き騎手では動かせない可能性も出てきますんで、 そういったところであんまり妙味がないんですよね妙。妙味というか信頼性が低いっていうところがあって。ですからあんまり生まれんも買う気がしないようなところもありますし、ワイドに関してもそういった意味で買う気がしないようなところがあって、生まれんに関してはとりあえず気休め程度に100円ずつでも流すっていうような感じで、配当のいいところがつけばラッキーっていうような程度でいこうかなっていうふうに思いますね。で、アルバートの単勝に関してはですね、 やっぱりモレイラ騎手、京都でのキャリアが浅いので、勝ち切るっていうのは結構ギリギリの勝負になる時もありますんで、そういった意味であんまり単勝も買うタイミングではないなっていうような感じで、まあ、でも10倍以上とかつく可能性がありますんで、100円200円ぐらいずつ気休め程度に買っとこうかなっていうような感じですね。まあ、基本的にはアルバート負傷だけに近いような形で今回は行こうかなっていうふうに思いますね。まあ、でも、 アルバートはですね、京都でのキャリアが、キャ,キャリアというか、実績がなかったりだとかしますし、軽石場での開幕週というところ、時計の速いような競馬もあんまり得意としてるわけでもないですし、モレラ岐週に関しても京都でのキャリアが浅い、あまり皆さんにはお勧めできないかなっていうようなところがありますので、皆さんはお好きな馬から入った方がいいと思いますね。以上です。吉本工業 ABCDEU 加減というコンの東野昴と申します。失礼します。